メイクしようかな。まあ時間まだまだなんですけどね。鏡ないけど、まあいいや。今日はなんか今日絶対占い1位だった。なんか気分いいもん、テンション高い。なんか昨日の悩みが全て消えた。あの雨が去った後のさ、あの晴れる時あるじゃん、そういう感じの気分。めっちゃなんか気分いい。たくさん寝たわけではない。でも昨日寝るのがめっちゃ遅かったんだよね。なんか動画とか見てて、あのアイドルアラモードのもうやばいから、普通に、あ、台風追加したんだ、追加かで、なんかアイドルアラモードのもうやばいからやんなきゃ、もうやできないとか言ってもやんなきゃ普通に無理だから、ダメだから、だからできないんじゃないんです、やらなきゃいけないんですと思って、でちょっとやば、顔がぶっさいく頑張って昨日動画見ながら寝たら夜中になって、まあいつも夜中なんですけど寝るのは、で夜中になって、で朝起きたら8時で、でももうちょっと寝かしてって気もなんか心に言って寝れた。そしたらめっちゃやばい、めっちゃいい夢見れた。みんなには内緒にしとこう、知りたい人はお話し会で待ってます。今日見た井田かなうの夢、どうしても知りたいって方お話し会で待ってます。今日こっからは有料会員だけの話になります。そうって感じで、かなちゃんのことしか考えてないが、本当ですか、それ嘘ですか、どっちですか。で昨日はラーメンを食べてしまったから、私は顔がパンパンなんですよ。その占い1位当たってる？え、本当？当たっててください、絶対今日1位だもん。え、誰かうちの占い見てくれてない？サソリ座ミーポとか行ったよ。てかさ、牛角がさ女性限定でさ半額になるみたいな記事を見たんですけど本当ですか？私は最近牛角に普通の値段で行ったばっかなんですけど、なのでもう一回行こうかなと思います。なのでミューポに送りつけました、その記事を。新幹線動くんじゃない？動かないの？今止まってんの？だって台風通り過ぎるくない？もうが通り過ぎたらなんか蒸し暑い感じが嫌ですね、あの日は。え？東京からが止まってるの？はぁ、また帰ってくんの？帰ってくんなよ。もう半額大きいよね。いいね、半額いいなって思って、あ、やばい、下地すんの忘れた。うわー、どうしよう、まあいっか今日は。あー、うわー、もうこれどうすればいいんですか。下地をするの忘れてコンシーラーをしました。私はそういう時の対処法、迷う、ちょっと迷っとこう。ミーポンのかな可愛かった、それな、可愛くされてて嬉しかった。そう、寝たら踊れるようになるらしいよ。なんか一日寝たら踊れるようになるらしい。もう一回昨日もう嫌というほど動画を見たんです。だからさすがに今日はもう踊れてると思う。今日話し会の合間にやりたいと思います。そう、めっちゃ気分いい、最高最高最高、美式さん、やっほー、最高ですよ。 ASMR 暑いんだ、私じゃ無理、暑いなら。え、台風どこに帰ってくんの？広島食べ放送、うわ、コーラ飲みたい。
朝お腹空いたけど今日はお話し会できっと差し入れがあるんだろうなっていう妄想をしながら何も食べないで行こうと思います。カラキアシさん、ヤッホー、役者愛ぶつかって出ていけるから、やだ、リサありがとう。花火、今から帰るの早っ。何の用事だったの。まあ今日は明日一かしなくて、ナイトクルージングなんです。いで、いやでも普通にするか、普通に考えて、普通に考えて普通はするよね。じゃあこれメイクポーチにしたの、ファンの方からもらったやつをメイクポーチにした。めっちゃ嬉しい。竹しっかり使ってます、みんなからもらったやつ。誰一人使ってないのないですよ、みんなからもらって全部生活に必要。よいしょ。メイクしなくてもいい顔なわけないでしょ。 X にプロフにかなう名前、嬉しい、そんなの好きじゃん。おしおし待ってるね、嬉しい、やったありがとう。お話し会楽しみかな、もうだからこんなまだまだなのにメイクを始めてしまった。自分コミュ障だわって自信がある人は、じゃあカナウが話題提供してあげるわ。じゃあわそれ忘れてたんじゃなくてわざとでしょ、ならもう別にいい。でなんだっけ、話題提供してあげる、もし会話に困った方は25日のライブの感想とか、あとはあとはなんか私の一番可愛いところ、可愛いだけじゃダメですかあれめっちゃ出てくるんだけど X になんだっけ、あの新しいグループさん、ストリートガールみたいな、なんだっけ、あのフルーツジッパーさんの妹軍みたいな、妹の妹の妹軍みたいな、一番末っ子軍みたいなグループのさ、あれめっちゃ出てくる、いや見たい映画、え、あの恋の映画みたい、恋のなっちゃる感じなみたいな、これ絶対ポンポンする系じゃなかったしさ、最悪だし。謝りたいこと、何それ可愛いだけじゃん、やば、普通にさ配信気にしないでめっちゃさ顎出してたわ。うちでもあんま顎ないんだよね、最悪。よし、コンシーラーも取れてないだろう。本当に忘れてたの？ X のプロフからだからショールームのプロフに合わせて入れかなって書いて、入れ汁だろそれ、入れかなってどこが入れかなだよ、 IQ3 かよ。ぼんちさん、あとありがとう。自民党の総選挙私うなずいてるだけだけどいいの？夜配信するよん、暇ですから。暇じゃないよ、暇じゃないよ、明日のアイドルアラモンですからね、私そんな暇じゃないんですよ。何をしているんですか本当に、私は今ほらこれ治ったでしょ、ボーボー。からし大
いこさんありがとう金魚嬉しい。解明してたの確かに。解明した？お試し中なんだ。いいと思います。その報告いらないですね結構。だって自分の名前がついてるならまあ嬉しいってなるけど、人の名前がついてて言われても私は嬉しくないです。何も。ふう、トムトムさんありがとう。森末姫だってかなのこといじじるって呼ぶことはないわ、ないわ、絶対ないわ。普通に呼ばれたことないよ。ふざけて平手おじさんのがいじじるって言うからなんかふざけて言われることあったけど、ガチ言われたことないです。あるかも、あるかもしれないわ。かなうちゃんにぶりっ子お願いする。あれし、もともとぶりっ子だよ。嘘、あたしぶりっ子大嫌い。だって意味ないもん。あたしぶりっ子いいよ。ぶりっ子お願いして。でもあたしのぶりっ子がどういうびっ子ぶりっ子なのか分かんない、分かんない自分でも。学校にいるぶりっ子な感じ。どういうこと？私ぶりっ子が何か分かんない。あんまりアイドルってみんなぶりっ子じゃん。だからあんま分かんない、なんか基準がどれがぶりっ子でどれがぶりっ子じゃないか分かんない、分かんないんだよね。ん？トムトムさん花火ありがとう。暇じゃない、暇じゃない、暇なわけないでしょ。私暇だったらどう、なんて日だですよ。最悪、向こうにパウダー忘れた、どうしよう。今日はこのパウダーにしようかな。じゃあトムトムさんありがとう。今日はお弁当写真送ってきて、誰か見して。トムトムさん花火ありがとう。タワタコさんからありがとう。嬉しい。おためにしといて正解だった。そうだよ、本当だったら私はもう無視してた。嬉しい、たまたこさんありがとう。ブリトーって何？ブリトーって、あ、ダスさんがくれたやつを使ってるよ。ブリトーって何？わ、リアチューみたいなブリッコ。わあ、これ最悪。これさ、シェーディングに一回使っちゃったからさ、これ普通にフェイスパウダーに使ったら顔黒くなるかな。洗浄しよう。かなえぶりっ子できないよ、まあ、するけどしてって言われたから。ひーちゃんが配信でいじる、いでじるって喜んでた。どういうこと、喜べて、どういうこと。かなえちゃん楽しいです、嬉しい、ありがとう、ありがとう。アズミンさんのブリッコ私もできないよ。絶対これつきすぎてる、わかんないけど、もうなんもないからいいや。なんもないっていうかパフがないからね。パフが向こうのリュックに入れたままなんですよ。だからこう適当にもう頑張る。アズミンさんとかリアちゃんのぶりっ子はそれ本人が可愛いから成り立つんですよ。私がやったらもう意味わかんないことになるので、普通に頼まれた時しかやりません。うわ最悪、顔がめっちゃなんかベタベタする。まあいいや、こんなもんにしとこう今日は。ライブじゃないし。
汗をかかないからそんなベタベタしても大丈夫。うわ、顔が真っ白だったことに今気づいた。今鏡を見て。ダースさんありがとう。花火イベント期間なんだ。634って何？634って634円、634円ってこと？今日のお弁当は。リアチュブリッコできない？リアチュは普段があのブリッコ系の感じだからめっちゃいいと思う。てかなんかそれが似合ってるのが羨ましい。なんかそういうのが、私がやったらもう普通に浮くっていうか、なんか何なんだこいつってなるから、私はブリッコはやりません。その人に合ってればいいんですよ。その私は合わないんです、なんか知らんけど。ディオールも今日もディオール、そうだよ、これでしょ、使ってますよ。でももう本当にもう1年ぐらい使ってるから、ここがそこが見えてきた。うちマジでさ、そこ見させるのことないのね。うち飽き性だからメイク道具すべてなんか飽きてって、なんかそこが見えることないのに、初めてレベルでこれ本当にそこが見えて嬉しい。武蔵か、634円かと思った。そう、これ使ってます。これはまた後で使う。一旦アイシャドウ、うわどうしよう、ここまでにしとこうかな。メイクハイライトだけやろう。アイシャドウはちょっと時間がかかる。え、これめっちゃいい。でもつけすぎちゃうんですよね自分。これいつも彫刻みたいな顔になる、これつけすぎて。気をつけないといけないですね。OK、 ほぼ完成。嘘だけど、よし、オッケー、オッケーです。うわぁ、エビさんありがとう。明日東京からの新幹線動かない。確かに東京からの新幹線動かなかったらみんな移動できないよね。え、じゃあ東京のアイドルさんどうやってさ来るの？選手うちらだけとか。今日のメイクのポイントは、今日のメイクのポイントはまだ終わってないですけど、うーん、うちいつもメイク変わんないんだよね。ガチのメイクレシピなんだな。え、そうガチなんだよね、うちあれ全部ガチでも、なんかなくなっちゃったメイク道具とかでもう使ってないのあるかもしんないけど、どんなんだっけあれ。え、でも全部ガチな気がする、うち。あ、でもフェイスパウダーは変えた。でもキャンメイクだけど、だけどほぼガチだよ。メイク道具飽きる。そう、飽き性だから。テルマエロマエって何？テルマエオマエ？彫刻のように美しい。美しくないよ私。私全然美しくないわ。メイクを彫刻屋で初めて見ました。え、うち本当にガチでやばい時、なんかもうガチでなんか彫刻レベルのメイクしちゃって、なんかみんなに言われる。やばいよ、来いよって言われるから落とすけど。高幸さん可愛い、ありがとう。各自頑張って、すごい、どうやって頑張るの。メシロボイスハートありがとう。嬉しいたけ、嬉しいたけ小僧、今日はお昼何食べよう。あ、間違えた。あ、牛角食べたいのにさ、9月2日からかよ。まあ食べれるけど半額の方がいいじゃん、食べるならどうせ食べるなら。
ああアイドル飽き性。びっくり。時差。はるちゃん花火ありがとう。私はもうすべて飽き性なので、もうすべて飽きますよ一瞬で。本当にじっとしてられない、人の話をじっとして聞いてられないんで、すぐ飽きちゃう、飽き性。まあ、例えばだけど、何が飽き性か。絶対これまつげにめっちゃさフェイスパウダー書いてる。先生のお話とか、いやもう座っのもなんかじっとして聞けない、飽きるから。あとはメイクも途中で飽きちゃう。まあ頑張るけど、マジで一番飽き性だよ。でもその代わりめっちゃなんか熱心、集中力はやばい時はやばいけども、切れたらもうすぐ飽きる。牛角のボスしようとしたら、そう流れてきたの。本当に絶対食べるから牛角。最近行ったばっかなのに静岡ウーバー停止されて泣いてる。ウーバー行きたい、行きたいじゃない、ちょっとウーバー食べたい、食べたいじゃない、なんか食べたい。一旦お昼のせいでかなちゃんの話会に遅刻したらごめんなさい。遅刻しないでね。告白連、そう、お話し会途中退席じっとしてらなくて。でもお話し会はみんなのお話が楽しいから、あの大丈夫、みんなのお話が楽しいから座ってれる椅子に。16時半からです。いでかなのお話会、おしましとか待ってます。かなのことそろそろ飽きる、私は飽きさせないわとか素敵なこと言うとか、秋食べたいもの、ねえみんなで聞いてよ。あ、これ昨日言ったかも、昨日言ったわ。キャナウさ、キャナカナウさセブンのさお芋のさプリン食べたくてさ、昨日レッスン前に絶対食べるぞって言ってさ、絶対帰り買うぞってさ、でもあと2個だったの。でもまあ2個ぐらいいつもさプリンとか2個余ってるからさ、いけるかと思って帰り見たらなくてさ、本当に食べたかったの。もう秋もう芋系やばくない？うち芋大好きなんですよ。お芋、お芋系とお芋ご飯とか、あのお芋なんかお芋掘りあったんです幼稚園の頃。そのお芋掘りやった日のは絶対に家のご飯がお芋ご飯なんですよ。お芋掘りでお芋5本ぐらい持って帰ってこれるから、だからもうほんとそれが楽しくて、もうお芋、お芋です。本当にお芋になっちゃいそう。お芋にはならないでほしいけど、お芋になっちゃうぐらいお芋好き。そう、お芋プリンあった。自分さ給食でマジで好きだった食べ物があってさ、なんか緑のさスープが好きだったの。なんか何か分かんないんだけど、多分グリーンピースか枝豆とかそっち系、なんかグリーンスープみたいなやつがあって、なんかもう真緑の牛乳入れた系のなんか色の、なんか緑のちょっと薄めた白系の色のやつがめっちゃ美味しくて、あれ本当に好きで。でもなんか売ってなくない？普通に。そう、かぼちゃの緑版、かぼちゃスープの緑版、かぼちゃスープもあった、かぼちゃスープも好きだったけど、かぼちゃの緑版があったのね。それがめっちゃ美味しくてめっちゃ大好きだった。芋好き。そう、芋プリン、あれかぼちゃプリンってこと？どういうこと、どういうこと？かぼちゃプリンなの、あれ芋かと思ったんだけど。今は月見やった。月見やばくない？月見さ、自分さマック行ったよ。もうだって行ったの。なんか月見とかさ出てきてたからさ、あマックじゃない、ケンタッキー行ったの。ケンタッキーの月見食べたかったから。そしたらさまだ売ってなかったんですけど、めっちゃ楽しみでさ、ケンタッキーウキウキって行ったの。絶対に月見食べるぞって言ったらさ売ってなかった。ピエン売ってないよ、なんでだよ。さつまいもみんな好き、それな、美味しいよね。芋かなってなんか嫌だな、芋みたい。芋か、そう、グリーンピースかな、なんかめっちゃ美味しかった。ほうれん草じゃない気がする、ほうれん草だと私食べてない。グリーンピースポタージュ、それかも。もう本当にそれが美味しくて、もう本当に美味しすぎてやばかったんです。本当に懐かしいです。本当にほうれん草じゃない、芋プリンってあるの？芋プリンある気がする。私一時期さ料理ハマってて、うわちょっと女子力上げてるとか思わないでね。
料理ハマってた時期があってですね、なんかプリンハマる作るのハマってて、抹茶プリンとかなんかチョコプリンとか芋プリン、いや芋プリン作ったことないわ。そう、そういう時期があったの、懐かしい。でも失敗してさ、ゼラチンがなんか上に浮き出てきた時期もあった。なんか夏休みとかって暇だからさ、料理するくない？料理っていうか、なんかおやつ作りみたいな、おばあちゃん家でよくしてた。おばあちゃん家ならなんか片付けおばあちゃんがしてくれるんですよ。なんか知らないけど、なんかおばあちゃんは多分自分なんかわかんないけど、お世話したいのかわかんないけど、片付け絶対やってくれるんですよ、おばあちゃん。なんか知らないけど本当に。だからおばあちゃん家でやってた、お菓子作り、片付けしてくれるか。で、片付けたまに手伝ったりするとなんかご褒美もらえる。コンビニお金もらって、これでコンビニできてなとか、1000円もらえたりする。自分で出したものなのにさ、自分で片付けろよって感じだよね、普通に。だけどおばあちゃんがなんかいいよやらなくて、やりたいっていうの。やりたいは嘘か、いいよやらなくて座っててって言うんです。それか、あとうちらになんか、うちらがなんか洗い物とかしたらそこら辺水浸しになるじゃないですか。だからそれが嫌だったのかな、普通に。わかんない、普通におばあちゃんそういうなんかお世話するのが好きなタイプな気がする。結構マックよりケンタッキー派。両方なんか時々食べたくなる、両方。めっちゃ飲み込んだら月見出してくれたかもよ。え、そうなの？食べたかった。行ったのが一昨日ぐらいかな、一人で行ってきた。28日ぐらいに行ってきた気がする、記憶上。 TM さんありがとう、千万両フォローありがとう、嬉しい。ダーリンさん、 TM さんだるまありがとう。ケンタの月見が大、あれやばいよね。私もさ、月見のさ時期バイトいたよ。確かに。でも私忙しい方が好きなんだよね。なんかバイトとか忙しい方が時間あっという間じゃない？暇だとマジでなんかもう、なんか暇すぎてもう手いたずらしてるレベル、本当に。もう頭がおかしくなるってくらい暇の時あるから、その時めっちゃ嫌なんだよね、自分バイトで暇の時。ティムさんだるまありがとう。9月4日お弁当は人体弁当、武蔵じゃなかったってこと？カボチャプリン。カナの得意料理は辛ラーメンです。生姜焼きも得意、辛ラーメンも得意。やば、なんか顔が今日やばい、むくんでるな。あとは味噌汁も得意。カボチャミキサーいいね。ちょっとカボチャプリン食べたい。孫のこと何でもやってくる。そう、おばあちゃん、ひいおばあちゃんに会いたくなってきた。おじいちゃんが、ひいおじいちゃんがもう車椅子だからさ、そんなさめっちゃ出かけれるわけじゃないんだよね、いろんなところに。なん旅行行きたいけどさ、北海道とか熱海とか、ひいおばあちゃんとひいおじいちゃんと熱海行って、熱海行ってひいおばあちゃんの友達と、なんかひいおばあちゃんの一面みたいないるじゃん。なんかいるんですよ、ひいおばあちゃんちの一面みたいな、なんかひいおばあちゃんのとんか友達がなんかいっぱいいるんですよ、6人ぐらいかな、ひいおばあちゃんとひいおじいちゃんの友達一面みたいなのがいて、でその一面の方々とひいおばあちゃんとひいおじいちゃんの一面の方々と一緒に熱海に旅行行った記憶ある、一緒に卓球した記憶ある。かなちゃんの夢見てた。笑うな、何が笑だよ。こんばんは、芋プリン開発して、え、確かに。バーベキュー、つけ焼きそば、焼きそば食べたくなった。なんかこうやってさ、食べ物の名前言われるとさ、なんか何も考えてなかったのにいきなり食べたくなるよね。うち先かな、孫目に入って可愛いから。そう、本当に私はまだ孫いないですけど、普通に娘もいなければ孫もいないって感じなんで全然わかんないんですけど、でもひいおばあちゃんひ孫か。僕は今40日連続。体大丈夫なのそれ。ハーマンさんありがとう、金魚遊びに来てくれてありがとう。
今日おしましで行こうかなと思ってます。待ってる、めっちゃ待ってる、めっちゃ待ってて、待っててじゃない、間違えた、待ってる。じゃあ何の話する、みんな。じゃあかなうはもう楽しい話しちゃう。つゆさん金魚ありがとう。夢でかなうちに怒られました。私も最近ね、からし太鼓さんに怒ってばっかりいるか。旦那さんはいる、旦那さんいたらさ、アイドルしてないでしょ普通に。いないですね普通に、普通に考えて。孫欲しい子供いない、絶対無理じゃん。もう告白大会緊張しちゃいますね。初見じゃないでしょう。桜庭さん、もともと井出さんだったでしょう。名前変えたの知ってるよ。あ、X が井出さんか。怒られる心当たりあります。お話し会でちゃんと謝ります。最高に楽しいお話し会にしようね。最近顔のむくみやばいよね。今日めっちゃむくんでるしさ、今さあれなんだよね、下地しか塗ってないからさ、なんかもう のっぺらぼうみたいになってる。気にしないで、本当に顔でかまんって思わないで、メイクしたらどうにかなるから。本当に今だけなんです、下地で真っ白だから。お話し会楽しみ。やばい、気持ち悪くなってきた。うー、お腹が空きすぎて気持ち悪い。うちだけかな、結構うちあるんだよね。なんかお腹が空きすぎると一周回って気持ち悪くなるの。学校とかでもなんか4時間目とかマジで気持ち悪い。旦那持ちで、まだすごいね、素晴らしいですね。子供何人ぐらい欲しいですか。野球チーム経営できるぐらいですか。どういうこと、野球チームって何人、16人とか。嵐は普通に分かんない、自分が3人姉妹だから3人がちょうどいいって思ってる。うち結構周りみんな3人姉妹だよ。めいちゃんちも3人姉妹だし、うちのいとこも3人姉妹だし、同級生の自分ちも3人姉妹だし、でママの兄弟が4人兄弟なんですよ。ママのお姉ちゃん、ママの妹、ママの弟なの。なんかそれめっちゃいいなって思う。サイズ食べたい、お昼お腹空いた。差し入れまでも待てない。野球球人か。まあでも何でもいいと思う、普通に楽しんでください人生皆さん。私はやばい、胃袋が気持ち悪くなってきた。本当にさ、やばい、気持ち悪い。お腹空いて力が出ないで、かなうさん。もうなんか食べよう、後で。でもなんか食べるもんないんだよね、お家に。たかゆきさんありがとう。たこ焼き食べたい。いでかな。かなうちゃんの家何 LDK? 言うわけないだろ。言うわけないだろ。普通にさ、やばい、ボサボサののばれちゃった。俺のことなんとか言って言われたのこと、気持ち悪い。違う、みんなのこと気持ち悪いって言ってないよ。明日の子はこれリオンきっと。レトルトあるけど、食べたくないレトルトがいっぱいある。食べたくなくて余ったレトルトがいっぱいあるってことね。つまりうちの好きじゃない食べ物がのレトルトがいっぱいあるってことだから、もし非常食ならいいけど自ら食べない。資産だるま、なんだっけ、花火ありがとう。クルージング、何 DJ かなうって、私 DJ やったことないわ。
人生で一回も。やばい、足にめっちゃこぼれてる。いでかな 1LDK、 わかんない、何 DK とか知らない。あ、誰かがやるんだ。え、違う、いで汁がこぼれてるわけじゃなくて、いでかなのさっきのフェイスパウダーがこぼれまくってる。本当にさ、フェイスパウダーメイクするときこぼしまくるせいでさ、このさ椅子がさもう白くなるんだよね。めっちゃ、ちょっと、そう、足までメイクしと、お父さんもラッパーじゃないですけど、全然ラッパー超中なら僕の顔は多分、やった、欲しい、お腹すいた、そう、食べたくない。あー、やばいやばい、ボサボサ、なんでさ前髪こんなボサボサなの。そう、フェイスパウダー消費激しい、めっちゃ開始5分までにしなきゃいけない。じゃあちょっと一回ご飯食べます。本当にお腹空いたんで。やばい、本当に前髪もやばい、あと濡らそう、濡らしてどうにかします。13位、カラシタイコさん。12位、リさん。11位、ミシェルボーイさん。10位、エビ様さん。9位、ツネさん。8位、タマタコさん。7位、ハンシタン。6位、ダースーさん。5位、ハルちゃん。4位、ハーマンさん。3位、ティームさん。2位、タカユキさん。1位はトムトムさん。ありがとう、ありがとうございました。皆さん一回お腹空いてない、ごめん。そう、人気らしいね。あとでね、お腹